それでは2013年4月14日主の十字架クリスチャンセンター東京アントーク教会主日第三礼拝を始めていきたいと思います。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。東北世界心ゴスペルが無事に開催されたことを感謝いたします。再びお一人お一人をこの第三礼拝に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることありがとうございます。賛美隊の働きが守られますように、個人の働きが守られますように、明日から派遣される補佐チームの働きが守られますように、そして一人一人に与えられている聖霊の賜物の働きが守られますように、心からの祈りができるように導いてください。そしてさらに主イエス様を礼拝し褒めたたえることができるようにしてくださいますようにお願いいたします。そして集われているお一人お一人の上に主イエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますように、やむを得ない事情で礼拝場に来れない兄弟姉妹の上にも、集っている兄弟姉妹と同じように主イエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますようにお願いいたします。礼拝を始めるにあたって主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは賛美をもって主イエス様を褒めたたえていきましょう。よろしくお願いします。それではお立ちになる方は共に立ち上がって賛美の時を持っていきたいと思います。聖霊の炎が今この地に、
たとえこの世界が消えてもあなたの愛は残るから、あなたに出会えてよかった、抱えてた痛みもすべてあなたに出会って、私は癒された一人かってくれないと思った時にもあなたはそばにいた、たとえこの世界が消えてもあなたの愛は残るから、あなたに出会えてよかった、心は愛で満たされてる、たとえたとえこの世界が消えてもあなたの愛は残るから、あなたに出会えてよかった、心は愛で満たされてる。主がお一人お一人に立てている計画は最善であり、また完全であることを覚えなさいと教わされています。それやあらゆる状況の中で主の手に信頼し、また主の手を認め、主の御心の内を歩んでいくことができるように、さらに祈りを強めておきなさいと教わされます。このこれから始まる大いなる働きというのを、私がお一人お一人を通してなしていこうと主はあります。権力によらず、能力によらず、私の霊によって働きは進んでいくことを覚え、さらにあなた方は祈りの土台を強め、主により頼んで従っていきなさいと主はあります。この語られているこの神からの言葉、約束にしっかりと立っていきなさいと主はおっしゃられます。確かにその成就の時までにいくつかの試しというのは許され、この御言葉と全く反対であったり、あるいはこの悪化していくように見える時があると主がおっしゃられます。しかしこの時に信仰の忍耐が試されることを覚え、固くこの神の言葉に立っていきなさいと主がおっしゃられます。主がこの教会に与えている、またお一人お一人に与えられている一つ一つの言葉をしっかりと握り、またその時を待ち望んでいなさいと主がおっしゃられます。確かに約束の成就の時は近いと主はおっしゃられます。このさらに宣教の働きの扉というのは大きく開かれ、国々におけるこの種の働きというのが大きく広がりを見せていくと主はあります。しかしその中で確かに戦いという事柄も厳しく許されてくることを覚え、あなた方のこの霊的な土台というのをしっかりとさせ、さらにこの主が導く道のりというのを従い続けていくことができるように備えていきなさいと主はあります。この様々なこの問題困難があえて許されていくと主はおっしゃられます。しかしそれはお一人お一人の信仰を引き上げ、また立て上げるためであり、またこの中でお一人お一人がさらに深く感謝と賛美をこの徹底させていくためにあると主はおっしゃられます。感謝と賛美の対応を通して、このお一人お一人が見る技と栄光と勝利は大きいと主はおっしゃられます。それでは再び賛美の時を持っていきたいと思います。
主にもう一度感謝を捧げていきたいと思います。皆をあがめ賛美します。この賛美の時ありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。さらにこの礼拝を豊かに祝福し導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。どうぞお座りください。それではしばらくの間お祈りの時を持っていきたいと思います。お一人お一人がその場で静まって主イエス様との交わりの時、お祈りの時を持っていきましょう。お祈りはそこまでにしていただき、再び賛美をしていきたいと思います。それでは主の祈りを共に祈っていきたいと思います。お慣れになれない方はモニターの方をご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではパウロ秋元牧師に聖餐式を導いていただきます。聖餐式を行います。聖餐式とはイエスの死を告げさせるものであります。この教会ではどこの教会の方でも、それがまだ洗礼を受けられておらなくても、イエス・キリストをご自分の救い主と信じ告白されておられる方々にはこの式に加わることをお勧めしております。ですからイエス様をご自分の救い主と信じ告白されておられる方々は、ぜひこの式に加わっていただきたいというふうに思います。またインターネットでこの礼拝に参加されておられる方々の中で、イエス様を信じ告白されておられる方々の中でですね、この聖餐式に加えたいと思っておられる方々は、ご自分でパンとブドウ酒、またブドウジュースを用意してこの式に加わってください。お祈りします。天の様、このパンとブドウ酒またブドウジュースを豊かに祝福し、またインターネットの方々のパンとブドウ酒ブドウジュースを豊かに祝福してください。お一人お一人のうちに御川と御血の恵みを表してください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは共にお祈りしたいと思います。もしこの中に罪がありましたら、それを神様に告白しておいてください。今夜の祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。イエスはパンを取り、祝福して後これを先彼に与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。キリストの体をいただきましょう。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。キリストの血をいただきましょう。それではお願いします。Thank you.
天の様、この聖餐の御意味ありがとうございます。イエス様の名前によってお願いします。アメン。聖餐の恵みに預かりましたので、次は献金の時を持っていきたいと思います。神の国と神の義を共に賛美しつつ、献金の時を持っていきましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから与えられたものの一部をお一人お一人があなたの御前にお捧げをしました。どうぞこの捧げられましたものを清めてくださり、リバイバルの働きのために、御国の働きのために用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げられましたお一人お一人の上に、主イエス様からの豊かな恵みと祝福が与えられますようにお願いいたします。この献金の時を感謝して、主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは本日のメッセージのための聖書箇所を開きしたいと思います。本日のメッセージ箇所は第一テサロニケ人への手紙5章16節から18節になります。新約聖書の第3版をお持ちの方は、新約聖書の401ページ、第2版をお持ちの方は367ページになります。それでは司会者の方で読まさせていただきます。第一テサロニケ人への手紙、5章16節から18節になります。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。本日はこの箇所を通して特別賛美、しばらく賛美の後にパウロ秋元牧師よりメッセージを取り継いでいただきます。